タイプ相性に一言。タイプ相性についておかしいやろって思ってることを挙げてく。ちなぬしは格闘から鋼に抜群取れるのがおかしいと思う。殴ってるやつバケモンかよ。ノーマル全般はどしがたいよね。虫がフェアリーに半減なのはなぜ？虫技はフェアリータイプに抜群でも良いだろ。リアルに虫が苦手なアイドルとか多いんだし。フェアリーの虫耐性絶対にトンボ対策だろ定期。そんなにトンボを危険視するなら虫以外から没収しろ定期。ゲイフリハムシいじめいい加減にしろ定期。フェアリーが導入された時代は技没収とかなかったからな。過去ソフト限定技すら使えるの冷静に考えるとどうなの？ってなる。今の時代にフェアリー追加だったらトンボ対応没収で虫、フェアリー倒売もあり得たかな。ノーマルも弱点つかせてあげたら良いのにとは思う。逆さでは強いけど。虫がフェアリーに通らないのはまだわかる。妖精って虫を刺激することもあるし。ただドラゴンがフェアリーに無力なのは違和感。ヨーロッパの伝承が基本流あるもので妖精善玉だから。子供の時に虫タイプに氷タイプの技は抜群だよなと思ったら倒売だったから。なんで抜群じゃないんだよおかしいだろ、と思ったことはある。ゴーストタイプ同士が抜群なこと。バケモンにはバケモンをぶつけんだよ。そういうものとして割り切ってるけど、こうで水に対して半減なのがよくわからん。水は刃物で切れない無駄なやつなのかね。御用思想では金属は水を生むと考えがある結論を見て昔の人はそう考えた。そんなひねった考えじゃなくて素直に鉱と鉄だから錆びるとかそんな理由だと思うわ。そもそも御用の金って鉄を溶かす力酸とかも含むから毒タイプの側面もあるし。ノーマルとゴーストの互いに無効とかエスパーが悪に弱いとかはいまいちイメージしづらい。虫格闘の互いに半減もどういう理屈なんとなるわ。次は一方的にフェアリーに強いタイプが出てくるのかな。フェアリーが優秀なのは弱点少ない上に被りにくくて複合はつけ得になりやすいのもあるからな。あと弱点の毒と鋼に使いやすい強し技がないからってのもあると思う。これ系であんまり言われない気がするけど、鋼金属に電気が普通なのか、って思う。水と電気が等倍で攻撃面は効が半減されるのは途中まで相性設定悩んだ名残かもしれない。腐食で通るとか知識や概念で悩んでる感。複合のせいでわけわからん。格闘にフェアリー弱点なのも割と謎。悪がゴーストに強いのは心霊スポット荒らす不要が元ネタって何かで見たけど納得がいかない。ゴーストの通りが良くなりすぎてるからなんとかしろ。わかりました。氷の耐性を第5世代に戻します。さあ符号やばすぎ。虫がもっと弱くなるが氷、虫は等倍より抜群の方がイメージに合っている。虫がゴーストに今一つなのはわからん。虫の救済は逆さバトルだな。弱点つけるタイプ最多になる。フェアリーのイメージよりも当時の環境への影響だけを考えて作られた感。霊の毒半減は生命力に関する要素だからか。ゴーストの弱点にエスパー追加したりしたらエスパーはもう少しやりやすくなるのだろうか。悪霊を払う巫女的な感じで。あとはフェアリーと虫はよく言われるのを聞く。抜群にしろとは言わないから、等倍相性にはしてほしい。あとはフェアリー半減できるタイプ増やしてほしい。炎がフェアリー半減できるなら、いっそのこと御三家属性はフェアリー半減で、電気はフェアリーに抜群つけるとかにしてほしい。電気も科学的だし。あとは氷タイプは水かドラゴンのどっちかぐらいは半減してもいいと思う。ドラゴンは霊気で力が弱まるとかそんな感じで。水は冷えて氷になるみたいな感じ。いやエスパーがきついのは防御面。弱点の数が3だからそんなに弱点多くはないんだけど耐性が少ない上に一貫性高い悪霊に抜群取られるのがきつい。霊より特に攻防で不利なアク。強さ弱さが見た目で実感しづらい相性なんだよな。鋼と悪が消える初代回帰環境になると急にわかりやすく強くなるとかね。関東ポケモンだけになると途端にエスパーの通りが異常に良くなるのはそこそこ有名な話だからな。悪タイプがゴーストとエスパーに強いことかな。悪い奴がオカルト的なものに制裁させること多い気がするのに。フェアリー、炎が半減はなんとなくわかる。妖精が炎得意なイメージないし。炎、フェアリー抜群にしてよ。妖精の盛り合いへ焼き払うぞ。氷、水が半減なこと。水凍らしたら身動き取れんやろがい。水に氷放り込んだら溶けるのは氷だからな。それはそれでなんで水、氷等倍なんだってなるけど。だから水が失われるフリーズドライは抜群なんだろう。抜群はへりくつ込みで覚えられるけど向こうはともかく半減が覚えられん。氷と水は相互抜群だよなと思う。氷って流水でめちゃくちゃに溶ける。10年思ってるけどフェアリーはタイプ相性愛されすぎ。ドラゴン半減でも炎抜群でもいいからもう 1.2 タイプ分振り背負ってよ。弱点が毒攻打って攻撃技として範囲広いと言えないマイナー寄りなのマジで露骨。どっちかというと防御面と攻撃面で当時強いタイプを抑止するために強く、防御面では攻撃面でマイナーなタイプの手こ入れとして生まれてるからそうなった。毒技なんても世代以前は草ピンポで毒が半減多いタイプだから一貫性も悪くて草複合に抜群つけないことも多いし採用本当に少なかった。もともと等倍範囲良くない毒や高校は耐性削除もあったしに弱くされるのは妥当なんだけど、弱点2個は少なすぎた当時のマイナーの手こ入れもあるとはいえあとどれか1タイプに抜群取られてもよかった。今までおかしいと思ってたけど納得できたのは悪が虫に弱い理由は仮面ライダーから来てるって話だな。やっぱフェアリーは虫に弱くしてもいいと思うよ。トンボだってボルチェンもクエタンもあるから、毒繰り返しみたいに虫以外から大体没収していいでしょ。飛行に格闘が一方的に有利取られるのよくわからない。近接攻撃は空を飛ぶ相手に不利なのはゲームでもアニメでも少なくない表現だからわかりやすい部類。虫、エスパーが抜群なんがようわからん。ハムシブンブンしてたら集中力乱されるみたいな感じじゃない？エスパーの弱点は特性ビビリが反応するタイプでもあるから、怖いものに弱いってことなんだろうな。理屈ではわからなくもないけどミュウツーを筆頭に知識があって肝が据わってそうな奴が多いから意外ではある。エスパーでできたバリアを食べてしまうイメージとか。これがしっくりきた。普通の虫ならポケモンなら読めるだろって。まあはい。追加タイプハマーメタ的な理由が強いんだろうな。初期タイプは火水草の3組、それ全てを半減してくるドラゴンってあたりはゲームシナリオ優先で設定されてそう。
リズメキャラが不確定要素に怯えるのはまあありがちではあるけども。悪のエスパー向こうはおかしい。炎、氷が抜群はわかるけど、氷、炎が半減は納得できない。抜群同士のイメージなんだが。ノーマルなんだから一律等倍にしてほしい。フェアリーが本当なら弱点算数は欲しいタイプってのは本当にそう。鋼、水は半減で水、氷は等倍なの何？ゲームによってはよくひっくり返る相性。ポケモンの場合は水と氷で分かれているから必然的に氷に対して炎が優位になる。むしろノーマルに相性を与えたのがポケモンの相性ゲームとして画期的なところ。